今回ですけども、子供部屋にテレビをつけたいと思います。こちら24インチの小さいテレビとなりますが、設置する場所が限られるので、今回は壁にかけて設置してみたいと思います。壁に設置できる条件であれば場所を取らないので、結構メリットは大きいと思います。購入したものはこちらで、1200円で購入した壁掛け用のテレビスタンドとなります。14から32インチ用で、耐荷重が25キロの激安スタンドとなります。角度調整などもできるので、機能的には十分だと思います。この辺の壁につけたいと思いますが、石膏ボードなのでつける場所は限られてまして、ボードの中に柱がある場所を探して、そこにビスを打ち込みます。通常間柱は300ミリから450ミリが多いので、大きいテレビ用の横長のスタンドであれば余裕で取り付けが可能ですが、スタンドが小さいと四隅をビスで柱に留めることは結構難しいと思います。ホッチキスで留めるものや下地を作れるものなどもあるので、いろいろとやり方はありますが、今回はまず下地センサーで柱の位置を調べてから考えたいと思いますが、おそらく1本の柱には固定できるので、1本の柱を中心にネジ2本で固定して、四隅に石膏ボードアンカーでビス止めを考えています。テレビ自体が軽いので強度の方は問題ないと思います。こんな感じ。センサーが反応した場所となりますが、誤動作とか別のものに反応している場合も多いので、次にこちらの下地探しを使います。細い針を刺して直接探る工具となりますね。こんな感じで刺して柱があると分かりますね。何もないとこんな感じでスカスカです。やはりここには何もないですね。では次にブラケットを取り付けます。
壁用ブラケットの取り付けは完了となります。びくともしません。水平もバッチリですね。では次に取り付けるテレビの裏に壁掛け用フックの方を取り付けます。こんな感じです。はい、こんな感じで取り付けは比較的簡単にできると思います。石膏ボードの壁にテレビをかける場合となりますが、小さいブラケットの場合は全てを柱に固定するのは難しいので、あらかじめ真柱の位置を確認してから取り付け方法を考えるといいと思います。真柱の間隔が 450mm で考えると、 500mm 以上のブラケットであれば四隅で4箇所あるいは6箇所の固定ができるので、大型テレビを固定する場合にはブラケットの大きさを確認すれば取り付けは今回の方法よりも簡単だと思います。こんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。